元テレビ東京でフリーの大橋美穂アナウンサーが新型コロナウイルスに感染したことが22日、分かった。所属事務所が発表した。公式サイトでは特に体調に異常はありませんでしたが、8月20日午後、自主的に医療機関にて PCR 検査を受けた結果、21日夜に陽性が確認されましたと感染を報告し、状態について現在、微熱がある以外、体調は安定しておりますと説明。今後については保健所の指示に従い、治療に専念してまいりますとした。そして濃厚接触者の特定により、該当される方が確認された場合は、個別に状況をお伝えし保健所の指示を仰いでいただきますようご連絡申し上げますとし、仕事関係者の皆様、いつも応援してくださっているファンの皆様にはご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げますと綴った。大橋アナは現在、東京 MX5 時に夢中、月、金曜、午後5時、に出演中で、月、木曜でアシスタントを務めている。